アイテム番号 SCP-22JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-22JP は標準的な人型収容室に収容してください。収容室の壁面すべてにブラックライトを取り付けます。当直のセキュリティ担当はブラックライトを2個以上携行してください。 SCP-22JP には食事として1日3回検閲済みの書籍を1冊ずつ与えます。食用か否かに関わらず、禁止書籍のリストに記載された書籍を与えてはいけません。対象との接見や音声を伴う録画は、研究目的に限定されます。説明。SCP-22JP は人型のオブジェクトで、頭部が書籍で構成されています。首から下は若い女性で、生理学的には人間のそれとほぼ同じです。知能は平均的な成人より高く、知能テストの平均値は109でした。対象は現在、日本語、英語、ドイツ語、フランス語、北京語の文章をかなり正確に読解できます。ただし会話は日本語でしか行えません。SCP-22JP は、メイク、と呼称する方法で偽装し、頭部も人間になりすますことができます。メガネをかけたアジア系女性と推定される顔になります。他のパターンは確認されていません。この擬態は、一定以上の UVA を含む照明で2方向以上から照射した場合に解除されます。そのため最も簡易な方法は、ブラックライトで照らすことです。原理は解明されていません。SCP-22JP の特異性は、身振りを伴う発話を行った場合に発生します。これらを認識した人物の知識や肉体に、異常な影響を及ぼします。録画された会話にも特異性が確認されました。一方、文章や音声での会話、あるいは身振りだけの場合、特異性は発現しません。そのため音声と動作を認識した場合に特異性が発現すると考えられます。SCP-22JP は収容前、臨時教員の本名先生、と自称して各地の学校に出没しており、正規の教員の代行として授業を担当していました。いずれの事例でも関係者は不信感を全く抱いていなかったことが確認されています。これらの、授業、を受けた生徒に相次いで異常が発生したため、財団の目に留まりました。確認された事例の一部を抜粋します。場所、中学校1年 B 組。内容、数学の授業を担当。リンゴ5個とみかん8個を調理し、できたジャムをノートに塗る。結果、生徒たちは未習得だった二次方程式を完全に理解した。11人の生徒が軽度の食物アレルギーを発症。場所、高校運動場。内容、体育の授業を担当。砂場に大型車のハイタイヤを置き、生徒と一緒に転がし続ける。結果、生徒は全員、鉄棒の授業だった、と回答。全員が大車輪を習得していたが、着地法が未習得だったため翌週の鉄棒の授業で3人が骨折。場所、幼稚園うさぎ組。内容、お遊戯の時間を担当、編集済み、と、編集済み、を用いて、編集済み、を模した遊びを行う。結果、園児たちは全員、楽しかった、と回答。園児間での恋愛が急増し、一部が問題行動を起こす。場所、国立。大学中庭統計力学の講義を担当。シャボン玉を使い、表面張力について説明。内容、学生たちは、エントロピーの講義だった、と回答。精神的に不安定になる学生が続出。2名が自殺未遂を起こし、バブルだ。それは泡だ。この宇宙は、編集済み、によって熱的終焉を迎える、と発言したため全員に記憶処理を実施。財団は過去の事例から対象の出現地域を予測し、
対象を最後の事例である国立大学敷地内で確保。対象は抵抗せず、財団に保護を求めたため、そのまま収容しました。その後の対象へのインタビューの結果、対象は以下の事例を申告しました。場所、小学校4年2組。内容、理科の授業を担当、地図を赤く塗りながら、水彩絵の具の使い方を説明する。結果、児童たちは、リトマス試験紙の授業だった、と回答。酸と塩基について高校科学レベルの知識を得る。児童たちはその後、図画工作で赤い絵の具しか使わなくなった。場所、大学文学部203教室。内容、社会思想史の講義を担当、地図を赤く塗りながら、水彩絵の具の使い方を説明する。結果、学生たちは、社会思想史の講義だった、と回答。全員が、冷戦時代の共産主義について斬新な解釈を示した、と評価。それまでの政治信条とは無関係に、全員に共産主義に対する極度の崇拝、もしくは嫌悪が確認された。財団の追跡調査の結果、これらは事実であると確認されました。同じ、授業、を行い、異なる結果が出ていることから、特異性は、授業、を受ける側の知識に左右されると考えられます。財団は検証のために実験を実施しました。実験記録4、日付2014。対象、知的水準の異なる D クラス職員4名。実施方法、対象に事前説明なしに SCP-22JP の説明を聴講させる。内容は地図を赤く塗りながら、水彩絵の具の使い方を説明するもの。結果、殺人の前科を持つ D-7235 が突如興奮し、放火の前科を持つ D-3951 を殺害。D-3951 の死体は原因不明の発火により全焼した。それ以外の二人はそれぞれ、中学校の社会科の授業だった。絵の具の説明だった。と回答。分析。聞き手の知識や先入観によって、SCP-22JP の発話は異なる結果をもたらすことが確認された。なお物理的な特異性も発現することが判明したため、同種の実験は禁止とする。対象は現在、収容に対して協力的です。また対象は書籍以外の固形物を栄養として摂取できません。そのため財団は対象の要求に応じて、書籍を食事として提供しています。検査の結果、摂取された書籍は咀嚼によって分解され、炭水化物とタンパク質に変化することが確認されています。栄養価は書籍の内容によって変化し、SCP-22JP は内容ごとに風味も異なると証言しています。一般的に高度で専門的な内容ほど、栄養価が高くなる傾向が確認されています。その後、対象は摂取した書籍の内容を部分的に記憶することが判明しました。収容違反の恐れがあるため、技術書、歴史書、哲学書などを与えることが禁止され、禁止書籍のリストが作成されました。ポイ、SCP-22JP の情報は、SCP-22JP へのインタビューによる証言が大半を占めています。これらの内容は検証が不十分であるため、ポイとして記載します。インタビューログを参照してください。対象、SCP-22JP。インタビュアー、エージェントマオ。不機。前回インタビュー時のインシデントを受け、インタビューには制限時間を設けています。録音開始。ではインタビューを開始します。今回は私が担当します。よろしくお願いします。様は？研究員は前回インタビューの後から心の調子を崩しまして、現在は治療中です。そう、ですか。ではまず、もう一度あなたの経歴と、ここに来た経緯を話していただけますか？はい。
私は本内紀と申します。ガガフチ大学大学院、教育学研究科修了。専攻は汚染粒子文学です。最終戦績は178592勝4敗でした。旧史論文は、メケッカにおける細ソブのルガンチャ理論の破壊、です。メケッカって何ですか？あ、はい、これはですね、ルリョーグモダエ書の第9億3000万2章のセセラ法ほど式をテーマにした作品でして、ちなみにルリョーグはこちらの概念で言うと、雨の日に黒猫を見た時に抱く7番目の感情、に近似しているというのが、私の考察です。次に。すみません。時間も限られていますので、それは次回以降にお願いします。ここにいらした経緯は？すみません。こちらに来た原因は、私にもわかりません。いつも通り玄関を出て出勤したら、小学校って言うんですか？小さな人たちがたくさんいるところに出てしまいました。つまり、あなたにとっても異常事態であるということですね。そうなんです。私ってそそっかしいから、よく間違えて違うところに来てしまうんですけど、今回は戻ろうと思っても戻れなくて。ちなみに現在は、ドアなどをくぐってどこか別の場所に行けますか？いいえ、こちらのものは構造が違うので不可能です。仕方ないので徒歩で移動してあちこちで授業しながら、駅や公園で野宿していました。助けていただいて、本当に感謝しています。空は青くて不気味だし、雲は白くて毒々しくて、まるで滝メリノガみたいな場所ですけど、こんな場所にも親切な人っているものですね。我々はあなたを収容しただけですよ。なぜ授業を？お腹が空いちゃって、教卓の上のテキストを食べたくなったんですけど、代価も支払わずに勝手に取るのは卑しいごねえばですから、私にできるのは授業をすることだけなので、精一杯授業しました。ごねえばってなんだ。ところで、あなたは我々と同じような顔になることもできますね。動機と方法を教えてください。え、だって私も、大人の X5 ですよ。すっぴんで授業なんて、恥ずかしくてできませんよ。ちょっと賢をグロニキまで曲げるだけですし、いくらメケコな私だって、それぐらいはしますって。ああ、化粧みたいなもんか。失礼、X5 とは何ですか？何を聞くんですか？そんな恥ずかしいこと、言えません。何かタブーに触れる内容でしたか？申し訳ありませんが。それでも教えていただきたいのですが。ですね。女の子にも、いろいろありまして、察していただければ嬉しいです。ほんとすみません。性別という理解で概ね合っているでしょうか？はい。ごめんなさい。それ以上はもう無理です。他のこと聞いてください。やだもう。いえ、研究員の例もありますので、今回のインタビューはそろそろ終わりです。何かあなたの方から、我々に質問や要望はありますか？あ、それなら、一つだけお願いがあるのですが、私もここで、働かせていただけませんか？衣食住をすべて面倒見ていただいてるのに、今のままでは酔っ払いみたいで心苦しくて、窓付きでもトイレ調理でも、何でもしますから。ああ、お気持ちは嬉しいのですが、それは不可能です。あなたが理性的で、善良な人格を有するオブジェクトであることは個人的に認めますが、それだけはできません。どうしてですか？どれだけ理性的で善良であろうとも、あなたは我々にとって SCP-22JP 以外の何者でもありえません。あなたは収容する側ではなく、される側なのです。ご理解ください。そっか、そうですよね。あはは、私ったら何をバカなことを。気を落とさないでください。後で児童書のインク煮込みをお持ちしますよ。ではご協力ありがとうございました。インタビューを終了します。はい、こちらこそありがとうございます。今後とも、よろしくお願いいたします。録音終了。終了報告書。収容違反の可能性を完全には否定できないため、対象がドアを通過する事態は必要最小限に留めるべきです。